現在エネルギー充填 98%、 あと少しです。なぜだ。なぜ白木付きの落とし子たちは私の邪魔をする。私は白木付きと一つになりたいだけなのに。白木付きもなぜ私を受け入れようとしない。私とお前はついである双子星なのに。別れた後の時間が白木付きを変えてしまったのか、それとも私が進化の方向を間違えた。いや、私が間違うわけがない。私は正しい、絶対に正しい。間違っているのは白木付きの方だ。私と融合して正しい進化を遂げよう。そしてそれを拒む者は消えてなくなるがいい。攻撃を開始しました。これでは近づけません。直撃を避けるだけで精一杯です。左舷より新手の攻撃衛星が多数接近中。黒木付きの中からも続々と現れています。畜生、数に任せてめちゃくちゃに撃ってきやがる。一体どれだけいるんだ。被害状況は？ D ブロック左舷に直撃。幻想系がオーバーロードし始めています。タクト、エルシオールはまだ攻撃できんのか。このままではファーゴの時の二の舞じゃぞ。供給がストップします。タクト、もうダメ。機関部をやられて出力が上がらない。後方に下がるわ。すみません、私もバランサーが故障しましたわ。戦線を離脱します。了解、援護に向かいます。あと私とミルフィーだけか。弾幕が薄くなっちまうね。ホルテさん、危ない、後ろ。はぁ、畜生、やられた。悪い、ハッピートリガーももう動けないよ。ホルテさん、離脱してください。私だけでもエルシオールを守ります。私やります。タクトさん言いましたよね、諦めたらそこで終わりだって。だから私諦めません。司令、攻撃衛星5機こちらに突っ込んできます。
じゃあここで立ち往生か。アロモ大丈夫か。クソ、何も見えねえ。無理です。レーダーもソーダも何一つ聞きません。私だけになっちゃった。うん、私が何とかしなきゃ。私がタクトさんが言ってた、私は幸運の女神だって。ラッキースター、あなたも頑張って。私たちでみんなを助けなきゃ。タクトさんの気持ちに応えたいの。お願い、ラッキースター、私に力を貸して。私の一生分の幸運を全部使ってもいいから。だから、だから。お願い、今だけは私を幸運の女神に。ミルフィーの力か。これは何なんだ。何が起こった。わかりません。急に全システムが復旧して、とてつもないエネルギーが計測されています。クロノブレイクキャノンも一瞬でチャージが完了しました。あるわけが。おいタクト、お前なんでこの状況で落ち着いていられるんだ。はあ、了解。クロノブレイクキャノン発射準備。目標、黒き月。クロノブレイクキャノン、発射！終わったな。やった、やった、私たちの大勝利よ。これでようやく安心して眠れる日々が戻ってきますわね。やれやれ、どうなることかと思ったけど、なんとか勝てたね。この戦いもついに終わったのですね。白き月から通信です。マイヤーズ司令、
よくぞ黒き月を打ち倒してくださいました。これでトランスバール公国と、そしてそこに生きる数えきれない人々の未来が救われました。本当にありがとう、マイヤーズ司令。いや、よくやってくれた、マイヤーズ。そなたは広告の英雄と呼ぶにふさわしい男だ。私からも礼を言わせてもらう。ありがとう。いえ、そんな。いえ、私はタクトさんが無事なだけで。よかった。ラッキースターからの応答、ありません!ラッキースター、エンジン停止!そうか、もう出発するか、タクト。そうかのう、わしはやっぱり軍服の方が着心地が良いわ。わざとらしく呼ぶでない。まったく人の苦労も知らんで。唯一の皇族である芝王子がいきなり自分は皇位を継承しないと宣言なされた時には心底驚いたわい。うん、皇家内部の争いに広告中を巻き込んだ責任を取るというのがその理由じゃったが、実に潔いお覚悟じゃった。まあおかげでこちらは大変じゃがな、クーデターの後始末に加えて共和制に移行するための改革も進めねばならんのじゃから。まあそれもあるな。わしの役目は混乱の収拾と次の世代への基盤作り。これはこれでやりがいのある仕事じゃよ。決心は変わらんのか、タクト。今後のためにぜひお前の力を貸してほしかったのじゃが。そうか。では、もう何も言うまい。達者でな、タクト。見送りに行かなくてよかったの、シバ。はい。ここから見送るだけで十分です。次に彼と会う時にはあなたはどんな風に成長しているのでしょうね。私も楽しみだわ。さあ、まだわかりません。自由な未来というのは漠然としすぎていて。ですが、一つだけ心に決めていることがあります。そうなの？よかったら教えてちょうだい。この戦いは実に多くの犠牲を生みました。世
戦場で散った兵士、巻き込まれた民間人、父上や皇族の方々、私が今ここにいられるのもそういった人々がいたからこそ、それは決して忘れてはならないと思います。彼らのために、そしてこれからを生きる人々のために、この世界をより素晴らしいものにすること、それが私のなすべきことです。シヴァ、その気高い志を母として誇りに思いますよ。ありがとうございます、母上。私のふるさとを守るため力を尽くしていきます。タクト、ありがとう。みんな、わざわざ見送りに来てくれてどうもありがとう。本当に行ってしまわれるんですの？私たちも白き月もミルフィさんのおかげで助かったというのに。ありがとう、ミント。でも私は紋章機を動かせなくなっちゃったんだもん。だからってエンジェル隊をやめることはないじゃない。もう決めたことだから。それに紋章機を動かせなくなったのと一緒に極端な運もなくなっちゃったみたいなの。なんだかこれからは普通にうまくやっていけそうな気がするんだ。普通にうまくってちょっと変かな。ミルフィーならどこに行ってもうまくやれるよ。エンジェル隊のことは心配いらない。あんたの分までしっかり働いてみせるからさ。はい、フォルテさん、今までありがとうございました。落ち着いたら連絡をください。うん、バニラ、楽しみに待ってて。ミルフィーさん、シャトヤーン様からメッセージをお預かりしています。いつでも遊びにいらっしゃい。白き月はいつでもあなたを歓迎しますとのことです。シャトヤン様、ありがとう。必ず遊びに行きますってお伝えしてちょうだい。ミルフィ、本当に元気でね。ランファ、そんなに悲しまないで。二度と会えなくなるわけじゃないんだし。悲しくなんかないわよ。むしろあんたとの腐れ縁が切れてせいせいしてるくらいよ。たく素直じゃないね、ランファは。ミルフィーさん、そろそろ時間が。あ、もうシャトルが出る時間だわ。早く行かなきゃ。お名残惜しいですが、さよならですわ。元気でやるんだよ、ミルフィー。今までお世話になりました。絶対に連絡よこしなさいよ。そうじゃなかったら宇宙の果てまで追いかけてでもぶん殴ってやるんだから。うん、わかってる。みんなも元気でね。それじゃあ。あ、ミルフィーさん、ちょっといいですか？何？宇宙クジラからの伝言を忘れるところでした。幸せは思いのほかすぐにあなたの前に現れるだろう、だそうですよ。え？幸せって？あ、いけない、本当に乗り遅れちゃう。それじゃあみんな、さようなら。
やれやれ、最後まで慌ただしい子だね、ミルフィーは。強運のおかげでいろいろ振り回されもしましたけど、今となってはいい思い出ですわね。ミルフィーさんはなぜ極端な運の波がなくなってしまったのでしょう。さあ、やはり紋章機を動かす力を失ったことと何か関係があるのでしょうか。さてね、ただこれだけは言えることがあるよ。運ってのは人間の力でコントロールできるようなもんじゃない。そんなことがあっちゃいけないものなんだ。でもミルフィーはたった一度そのやってはいけないことをやった。だから力を失ったんじゃないかね。そうなのかもしれません。でもこれでよかったのかも。あの子、自分の強運を内心では嫌がっていたから。それに運が味方しなくたってミルフィーならどこに行っても幸せに暮らしていけるわ。はあ、バスが行っちゃった。太刀の差だったのにな。次のバスが来るのは、へえ、3時間後？ついてないな。って、そっか。もうついてるついてないは関係ないのよね。はぁ、タクトさんは、今頃、どうしてるのかな。うん、さてと、バスが来るまでお茶でも飲んでよっと。どうして？あ、はい。
にょにょにょ